どうもーナニコレマダム片岡マリコです。ちょっと噛んだけど、そこは気にしない。もう一度これ何か皆さん気づきませんそうこれはミランダカートか、ああいうセレブの人たちがコーヒーを買ってコーヒーショップから出た時のワンスティンカットです。はーって思ってませんもうそろそろ皆さん、 自粛が明けましたね。自粛が明けて生活に戻っていきます。ということで、コーヒーを持った時にとってもかっこいい自分をそろそろ取り戻さないといけない。さあ、皆さん、大好きな時間がやってきましたよ。美しくなるヨガコント。自粛中はですね、お笑いメインだったんですけど、そろそろもっと皆さんに美しくなるネタをガンガンと出していきたいと思います。今日のテーマ気づきませんこれで何が大事かって そうなんです。今日のテーマは膝です。えなんでそこコーヒー持ってって思ったかもしれないんですけど、ちょっと膝について熱く語らせていただきたいと思います。膝はですね、私にとって顔みたいなものなんです。足業界の。ここがブルドッグ化すると歳が出ます。膝のね、ここのお肉がたるむと歳が出るっていうのは、美容業界では鉄則の、まあ、ルールみたいなものなんです。じゃあ、どうして、 この肉がたるむのかっていう解剖学をお伝えしたいと思います。その方の歩き方と先ほどの何これマダムマリコの動きを見比べてみましょう。では、膝が年ブルドック風になる感じ。まず先が私がやっています。後でモデルも出てきますから見てくださいね。では、まず、こういうスターバックス、あ、名前を言っちゃダメなんでしょうか。このコーヒーショップが出てきた人の、この人、膝が早く年取るなっていう人になるかと言います。 これどうでしょうかそのうち多分、ウバグルバだと思うんですけどね、これね。カートになると思うんですけど、これね、足を前に出したときに、膝が曲がる癖があると、膝は将来痛くなる上に腰も痛くなるし、足のね、裏の側底のね、筋肉も痛みやすくなります。何より、今日は美容です。この肉がたるむんですよ。では、もう一度、何これマダムでいきます。 このの際見ててくださいスローモーモションで膝伸びてるの分かります前に出した足が膝をきちんと伸びて歩くことができるならその膝はたるまないんです。それのトレーニングを先にお伝えしたいと思います。私がおすすめしているのはキッズヨガでねよくみんなに子どもたちに教えている、えー、とヤシの木のポーズってポーズなんですけどこれちょっとコーヒー置いてみますよ。<laughs> コツはつま先立ちになります。 そして、つま先立ちになって、膝を一切曲げないで、まっすぐ歩くことです。多分ね、膝曲がってないと思います。わかりづらいと思った方に、簡単そうだと思いましたね、皆さん。そこで、街角モデルに今日は出てきてもらいます。さあ、一人のモデルさんに、膝をまっすぐ伸ばして、つま先立ちで歩くようにお願いしたいと思います。では、モデルの J さん、お願いします。 なんか曲がってる気がするんですけどもう一度登場していただきましょうチューさん今よろしいですか、はい、いいですかいいですか、はい、膝を伸ばして歩いてるつもりなんでしょうかはいます、どうぞあら、そうだそう。じゃあもう一度歩いていただいてよろしいでしょうかそうなんです皆さんわかりました私もう一度歩いていますね横からね膝を伸ばして 歩くのって、実はですね、本人伸ばしてるつもりのことの方が多いんですよ。これなかなかこうまっすぐ膝を伸ばした状態で足を前に出すことが難しいんです。これね、まずはトレーニングでやっていただいたらいいと思います。なぜこれが膝を伸ばした状態でできないのかっていうのですか。次の動画の 中身でお伝えしたいと思います。今日はとりあえずは膝だけのことで終わりたいと思います。まずはここのトレーニングから始めましょう。そしてそれがどうしても浮かやりにくいネタはまた次回の動画でお伝えしたいと思います。それでは皆さん、See you!